第71回カンヌ国際映画祭の授賞式が20日、現地時間19日に行われ、是枝裕和監督の映画、万引き家族、6月8日公開が最高賞となるパルムドールを受賞した。日本映画の同賞は、1997年の第50回カンヌ国際映画祭にて今村翔平監督作品、うなぎが受賞して以来に、1年振り、カンヌのコンペで日本映画が受賞するのは是枝監督の、そして父になる、以来5年ぶりとなる。是枝裕和監督日本時間5月14日に行われた公式上映では、約9分にわたるスタンディングオベーション。場起こり、辛口で知られる海外メディアからも賛辞が飛び交うなど、受賞への期待が高まっていた本作。受賞式でパルムドールが発表されると、是枝監督は壇上で、さすがに足が震えています、と信じられないと言った様子。この場にいられることが本当に幸せです、と喜びを口にし、そしてこの映画祭に参加するといつも思いますが、映画を作り続けていく勇気をもらいます。そして、対立している人と人を、隔てられている世界と世界を映画がつなぐ力を持つのではないかという希望を感じます、と映画の可能性を噛み締める。そして、今回皆さんにいただいた勇気と希望をまず一足早く戻ったスタッフとキャストに分かち合いたいですし、作品が選ばれたにもかかわらず、ここに参加でき、なかった二人の監督たちとも分かち合いたいですし、これから映画を作り、ここを目指す若い映画の作り手たちとも分かち合いたいと思います、とコメント。ありがとうございます、と感謝の言葉を伝えた。本作の主役は、祖母の年金で足りない生活品を万引きで賄う、万引き家族。社会の底辺でありながら笑いの絶えない生活を送る中、近隣の団地の廊下で震えていた幼女、ユリを娘として育てることに。ところが、ある事件をきっかけに家族はバラバラに引き裂かれ、それぞれが抱える秘密と切なる願いが次々と明らかになっていく。リリー・フランキー、安藤サクラ、松岡茉優、池松壮亮、尾形直人、森口洋子、山田裕貴、根本明、高良健吾、池脇千鶴、樹木希林らが出演する。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。